国道138号からの分岐山梨県南鶴ぐ山中湖村旭実急交差点国道413号終点神奈川県相模原市緑区西橋本五丁目国道413号は山梨県富士吉田市から神奈川県相模原市緑区に至る一般国道である起点の富士吉田市から山中湖付近の旭実急交差点まで 国道138号との重複となり、その後東に進み、山中古村と道志村の境界に存在する山伏峠を越え、終点の相模原市緑区に至る路線である。一般国道の路線を指定する政令に基づく、期終点及び、経過値は次の通り。国道413号の指定は2段階に分別され、1982年の新規指定時は、 山梨県南鶴郡山中古村から神奈川県津久井郡、津久井町までは県道津久井山中湖線を道町から厚木市は国道412号とともに県道厚木津久井線をそれぞれ母体に富士吉田市から山中古村までは国道138号との徴用区間とし富士吉田市から厚木市に至る路線として指定されたその後 1993年の国道指定時に、津久井町から厚木市までの区間は、国道412号の単独区間とし、津久井町から相模原市までの県道相模原津久井線を編入して、現在の富士吉田市から相模原市に至る路線として指定された。久保沢交差点国道413号線、津久井方面は、 右手方面神奈川県相模原市緑区太い起点の上宿交差点から山中湖村内にかけては、著しい渋滞が発生しているため、起点の上宿交差点から、富士見公園前交差点までを4車線化することとなった。詳細は、国道139号富士見バイパスを参照のこと。平野交差点を過ぎ、山中湖に別れを告げ、沿道のペンションなどの並びが途切れると、 徐々に山中に入り、標高を上げ最高点である山伏トンネルを越えると、静かな山村の道志村に入る。村内では、小さな集落が点在し、温泉入浴施設やオートキャンプ場などもある。県境の両国境を過ぎると、神奈川県相模原市緑区に入るが、しばらくは、山間の道を走り一部は、センターラインのない境外区間も存在する。 国道412号と重複する、青山交差点から三垣交差点の重複区間を過ぎると、途中上山ダムを経て、次第に都市近郊のベッドタウンの中に入り、大型量販店や飲食店などが所々、立ち並ぶようになり、交通量が多い区間に入る。橋本の市街地に入り、国道16号との交差点で終点となる。道し道標識と山節トンネル、 山梨県南鶴郡道志村白井平、トンネル橋梁道の駅国道412号との分岐神奈川県相模原市緑区青山橋梁、トンネル。ありがとうございます。